エスクイントラ県はグアテマラ南部の県。県とはエスクイントラである。首都グアテマラシティの南、太平洋に望む沿岸低地に位置する。総面積は4384平方キロ。国内総生産の約43%を賄う産業地帯で失業率と貧困率はメソアメリカ最低を誇る。ラデモクラシア考古地域博物館がある。 県は、夏季の十三市からなる。エスクイントラシグアナガサパシイスタパシ、ラデモクラシアシラゴメイラシマサグアシヌエバ、コンセプシオンシパリンシサンホセシサン、ビセンテパカヤシサンタルシアコトスマルグアパシシキナラシ、ティキサーテシ。ありがとうございます。